対19年ぶりの優勝を狙う静岡学園の一戦。東福岡は前半15分 J1 横浜 F マリノス内定の中島。さあ中央中島牽制、早いですね、シュート、ゴールキーパーされた、まだありましょう、山の井、増山のシュート。しかしここは静岡学園の1年生山の井が好セーブ。高い攻撃力を誇る東福岡に得点を許しません。0対0で迎えた後半24分、静岡学園のコーナーキック、シュート、まだありました。8番の旗手ミドルシュート決まりました。2年生旗手の2試合連続ゴール、静岡学園が先制します。一方東福岡は後半31分、途中出場の内山、強烈なシュートも静岡学園の山の井が再びファインセーブ。すると今度は静岡学園、さあ9番の本堂前を向いて10番の名古屋、これシュート、名古屋の2試合連続ゴールで2対0と東福岡を突き放します。さらにその直後、加納が追加点を決め3対0で勝利した静岡学園。 J リーグ内定者2人を擁する夏の王者東福岡は3回戦で姿を消しました。